早川主さん。妻の梅子と、長女、政子、次女、タ子早川主さん6月6日から1991年11月10日は、日本の実業家。戦後数々の大型倒産において、関在人として、企業再建に取り組み、会社再建の神様と呼ばれている。宮城県宮城郡七郷村南小泉に、早川智博、上司夫妻の子として生まれる。 父ともひろは、土建業で財を成したが、すでに第一線を退き、仙台商業会議所会頭や、米国取引処理事長などの名誉職にあった。後に、仙台市長にも就任した。慶應義塾大学在学中は茶屋遊びをはじめとする、宝刀生活で遺産を当人した。慶内を後回落第し、卒業するの20年もかかった。20歳の時に、父が、 財産は消してくれた30万円を10年間にほぼ使い果たした。登山やスキーに熱中し、マキアリツネラと共に1年に280日も山に入っていた時もあるというほどであった。1925年境内卒業後、登山仲間と共にペンキやキアを起業するが、1930年年末に得意先の東京立て鉄が経営不振に陥り経営陣に迎えられる。 これをきっかけとして、早川の企業再建受け負い人としてのキャリアをスタートする。戦後、日本特殊工佐藤蔵旗の管財人を務め、1974年に当時史上最大の倒産と言われた、工人の経営破綻にあたって周囲から押される、格好で、管財人に押された。早川の指揮のもと、工人は1989年に再建を完了した。 従業員のやる気をいかに引き出すかが重要であるとの持論を持ち、企業が経営破綻したのは、従業員が働きがたい環境に陥っているからだと考えていた。個人の再建にあたっても、全従業員に経営破綻の原因を分析させ、部下、特に中間管理職が、経営陣に意見具心できず、結果として、経営陣の暴走を許してしまったことが、 経営破綻を招いたと結論付けている。従業員のやる気さえあれば、いかなる思想心情も許容し、働いてもらえさえすれば、共産党でも大本教でも構わないとまで言っている。また、早川は、企業再建に取り組みはするが、再建が完了すると経営から手を引く潔さも、あった。こうした、早川の経営姿勢は、同じ企業再建の名手とも言われた。 坪内俊市を、大山梅夫とは一種交代賞を示すものであり、壺内のようなワンマン的経営姿勢に対しては、早川は批判的だった。ありがとうございます。